日産ルイス先進技術政府は昨日の閣議で局地的震災害に公共施設や農地などの補給事業に対し財政支援を強く雨が降り水上町で9月の観測史上最大となり1時間56分の雨量を記録しました。床下浸水が確認され、佐渡町温泉を通る八号17号が土砂流入で通行できました。それ側が水上町を先ほどの観測され氾濫危険水位になりました。皆さんの担当者は政府の決定に対し、財政支援を民間や農地などの普及事業に向け、一日も早い作業完了につなげたいとしました。県教育委員会は昨日、笠原博士県教育長が31日付で辞職すると発表し、辞職願いを提出しました。県教委総長は辞職を希望しています。18日の県教委定例会見で討論を説明する。山本知事は情報新聞の取材したことで残念だが、またいろいろな話で予言をいただきたいと思いました。公認については人選を進めていて、改めて発表しないとしました。笠原氏は前橋市出身で、1978年4月に県庁に入り、財政課長、教育局長、企画部長などを務め、2016年3月午後10時から、高崎行きが21分早まって、午後11時25分が終焉。去年までに新型コロナウイルスの影響が本格化してから実行に入っていて、状況の利便性に配慮しつつ悪化した収支の改善もあります。コロナ禍で深夜の乗客が減り、終電から始発の間に実施する線路などの保守作業の時間を拡大しようと JR 各社35分ほど早め、山手線では午前1時からほとんどの列車が運行しています。上司分社のリストを採集した担当は下がっ皆さん、スキーズに起用されちゃったわよ。また、チャオキバッキーにも報告や。あなたの愛車を売ってください。ビッグモーターは4年連続買取台数日本一。売上高は5,000円を突破し、売上も Thank you.